メジャー自己最長タイとなる8回を投げて5安打2失点、10奪三振の高騰も味方の援護はなく10勝目を逃した。ベイブルース以来103年ぶりの2桁勝利 &2 桁本塁打をお預けとなった。打撃では2打数無安打に至急だった。試合はエンゼルスが9回に同点とし、大谷の黒星は消えたが、10回に決勝点を奪われて敗戦。3連敗で借金後となった。 右肘の張りのため、17日、日本時間18日の登板を回避していた不安を見せない高投だった。この日はスプリットを多投して、三振の山を築いた。だが、3回に先頭の8番ゴームズに中越ソロを被弾。4回1死から6番チャップマンに中越ソロを浴びた。いずれも抜けたスライダーを打たれた2発に泣いた。3回2死2塁の場面では3番オルソンに申告敬遠。 メジャー4年目、延べ712人目の打者に対して初めての深刻敬遠だった。8回は三死四,四球で一死満塁のピンチを招いたが、5番ローリーを言う日、一発を浴びているチャップマンには、この日106球目にして最速の159キロを掲示。最後はコンビのスライダーで空振り三振に仕留めガッツポーズを披露した。打線はアスレチックス先発モンタナの前に7回まで1安打に抑えられた。 大谷は初回1試走者なしで至球。3回2試2塁からは今季13個目の申告敬遠で歩かされるとブーイングが起こった。先頭打者として打席に立った6回は、なんとか出塁しようとセーフティーバントを試みたが、1塁で間一発アウトとなった。8回の第4打席は2番手ディークマンの前に空振り三振に倒れた。この日は2打数無安打24球。 8試合連続で本塁打はなく、打率257とした。本塁打王を争うゲレロ、ブルージェイズ、ペレス、ロイヤルズはこの日は本塁打はなかった。1位のゲレロは46本、ペレス45本。大谷は44本で2人を追っている。大谷の今後の登板機会は順調に行けばあと2回。異業達成に挑んでいく。 エンゼルスの大谷翔平投手、27、が、2番、投手、で投打同時出場。メジャー自己最長タイとなる8回を投げて5安打2失点、10奪三振の好投で交板したが、味方の援護はなく10勝目はならなかった。ベイブルース以来103年ぶりの2桁勝利 &2 桁本塁打はお預けとなった。 右肘の張りのため、17日、日本時間18日の登板を回避していた不安を見せない高頭だった。この日はスプリットを多頭して、三振の山を築いた。だが、3回に先頭の8番ゴームズに中越ソロを被弾。4回1死から6番チャップマンに中越ソロを打たれた。いずれも抜けたスライダーを打たれた2発に泣いた。 3回2試2塁の場面では3番オルソンに申告敬遠メジャー4年目延べ712人目の打者に対して初めての申告敬遠だった8回は3四球で1試満塁のピンチを招いたが5番ローリーを言う日一発を浴びている6番チャップマンに対しこの日106球目にして最速の159キロを掲示 最後はコンビのスライダーで空振り三振に仕留めガッツポーズを披露した。だが、打線はアスレチックス先発モンタナに沈黙。3回に1番マーシュが二塁打を放ったのみの1安打に抑えられて試合は進む。大谷は初回1試走者なしで死球。3回2試二塁からは今季13個目の深刻敬遠で歩かされた。先頭打者として打席に立った6回は、 セーフティーバントを試みたが、一塁で間一発アウトとなった。8回の第4打席は2番手ディークマンの前に空振り三振に倒れた。この日は2打数無安打2 4球。打率を257とした。本塁打王を争うゲレロ、ブルージェイズ、ペレス、ロイヤルズはこの日は本塁打はなかった。1位のゲレロは46本、ペレス45本。大谷は44本で2人を追っている。 チャンネルへようこそ最新ニニュューースス大阪府ニュースこのチャンネルでは日本で起きた様々な出来事ニュースコンマ動画の内容が良かったと思っていただいた方は是非チャンネル登録グッドボタンを押してくださいコンマグッド評価やコメントをいただけたら本当に嬉しいですコンマよろしくお願いいたします